はい、どうぞ。赤い糸入ってますので、そちらの糸で。あとに焼き芋買ったり。ありがとうございます。大沼百貨店が閉店しまして、この後ちょっと街のにぎわいが減少しつつありました。まずはできることとしてこういったイベントを開催して街のにぎわいを創出していきたいと考えています。またここのマルシェをやっている場所はですね、一般の方にも貸し出しを行っておりますので、ぜひ使いたいという方はですね、都市振興公社まで、お問い合わせいただければと思います。